質問です。はい、何ですか。はい、その胸にある A、A ってアルランディスの A とアンジュの A でいいですか。あ、それあの裏でうまくさばけなかったんで表でやるのやめてもらっていいですか。表になったらなんか考えといてやる、もうちょっと裏で一回今俺見逃してるんでそのボケ。うっうっ気に入ったやつもう一回やるからちゃんと一発ストライクもらっちゃってるからなんだ、うん、なんだその A ってそうやんな。アルランディスとアルランディス、アンジュの違います。アルランディスは2人いないはず。おかしい。あれ、まあでもなんか A がわざわざこれ2個重なってますもんね。だってこれ、ね、そうだよね。まあでもちょっとそこら辺はやっぱ匂わせだから言っちゃうと、そう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 、あであれば遅いんですけど、まあやっぱこれ匂わせでつけてるから、ね、そうそうそう、ああ多いよ。じゃあそこら辺カットでお願いします。カットで、はい、後でなくすんで覚悟しておいてください。あ、カットでやらないんでね。というわけで、今日なんですけどハッシュタグアランのサムネ改善会議ということなんですけれども、でそこでサムネのアドバイスをもらうっていうのをじゃあ今度やろうっていうので、まあ、今日実施することになったんだけど、はいはいはい、メイカ君と一対一でやるのもいいんだけど、あのもう一人サムネ上手い人を俺が知ってるなと思って、はい、あえそ、はい、えそ誰なんだ教えて誰それがちょっと二次三次の美少女錬金術師なんですよね。それでつまりあのあんいやそのネックレスのあん匂わせる云々とかがあったのにネックレスのって言うと紹介しづらいしな。しかもじゃ 言わせんなって恥ずかしいな。そんな言わせんなって、あの方ですよ。わわわ名前を言っちゃいけない。あの方な。そう、全然言ってや、全然言ってや。あの画面出てるし、あのお方をね呼ぼうって話になって今日はアンジュ・カトリーナさんが来たんです。あーお待たせ、ね、またなので今日は、ね、この2人にサムネのね修正をもらうということで、はいはいはい、ま、じゃあいきますね、うん、アルランディスが事前に2人に渡したサムネ、はい、こちらです、はい、ビフォアですね。ドン。いい状態なんですけど、頭痛かったね。頭痛かったかな、うん、どこから言ったらいいのかなって、まあ、まあ雑談ってね、まあ、難しいよね。まあ、確かにテーマがね、うん、そうそうそう、パッて決めづらいものではある。そう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 、うん、私も普段自分のその自分と文字雑談だけなことが多いから、まあまあ、あじゃあ一緒じゃないですか。わかるわかる、同じでしょ、うん、一緒やば、激励って上がるだけが今激励上がるじゃん、逃げろ、やべえ、バカするぞ。危ねえ、大丈夫か。